ガールズバッチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊。続いてのコーナーはメッセージ来てるっしょ、読みまくる隊。皆さんからいただいたメッセージを時間の許す限り紹介します。はい、それでは早速紹介していきたいと思います。はいはい、ラジオネームエリックおじさんからいただきました。ありがとうございま す。柳さん、葵さん、新曲嬉しいのリリースおめでとう。ありがとうございま す。ここのパートを聞いてほしい、ここの歌詞が良い、レコーディングで苦労したことなどなど、この曲の魅力を教えてほしいです。あと、この曲はどんな時に聴くのがおすすめですか。あー、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。なんやろ、なんかさ、可愛 いよね。うんうん、可愛 いなんか本当リラ最初聞いた時本当に可愛いって思って、めっちゃもう可愛い連呼しとったんやけど、うんうんうん、なんかなんやろ、ありますか。本当に歌わりでさ、うんうん、メンバーのそれぞれの良さが出る歌わりだなと思ってて、うんうん、リラちゃんのさ、うん、パートの一番 の、うんうんうん、お姫様のところがめっちゃ好き、うんうんうん、そう、リラもなんか最初に聞いた時にお姫様って歌詞があって、周りにお姫様って歌詞があったよって言って、うん、リラそこがいいとか思ったら、リラでやったーって言ってめっちゃ嬉しかった。なんかね、なかなかないから、うん、もう可愛いみたいな、めっちゃぴったりだなと思いました。うん、でもどんな時に聞くのがおすすめ、ともみゆちゃん。何やろ、何やろ、ね、いつやろうね。なんか朝聞いたら可愛い、うんうん、ハッピーな気持ちで始めれそう、うん、一日が。なんかね、その気分上げたい時にもおすすめやし、うんうんうん、なんかちょっと落ち着いた時にも聞いてほしい曲だなって思う、ね。まあ、ずっと聞けるね、うん、いっぱい聞いてください一日中。なら続いて、はい、ラジオネームともももさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リラーちゃん、みゆちゃん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。3月22日新曲嬉しいののリリースおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。佐賀県民として嬉しいのが題材となった曲を作っていただけてとても嬉しいです。新曲のタイトルにちなんで、現役高校生のお二人が学校生活で嬉しくなる瞬間ってどんな時ですか。この春もリリーベにゼップツアーに盛りだくさんで楽しみにしています。ありがとうございます。学校生活で嬉しくなる瞬間ある、みゆちゃん。でもやっぱ学校でさ、うんうん、なんか行事とかいっぱいあるじゃん、うんうんうん、なんか文化祭とか体育祭とか、うんうんうん、なんかね、そういうのでこうクラスみんなでこう、うんうんね、ワイワイやってる時とか、うんうんうん、すごい青春だなって思うし、うん、いいよね。そう、なんかみんなでね、楽しいことしてる時が好き、うんうんうん、嬉しくなります。いいね。リラはそういうなんか行事も好きやけど、うん、席替え、うんうん、で本当にもう何、席替えのさ、あれってもう一喜一憂するじゃん、うん、その期間の間が、うんうん、なんか席替えでもさ、なんかちょっとさ、長い期間の時とさ、短い期間の時ってあるじゃん、うんうんうん、なんかその長い目の期間の時にもう友達と席近いし、うん、後ろの方とかやってもめっちゃ嬉しくなる、うんうんうん、なんかリラ、それでなんかディナーの横の子がまだ分からん状態で、うんうんうん、友達が来た時はもうキャーみたいな、もう絶叫みたいな、もううるさいよって言われるから喜ぶから、ね、なんか席替えってね、学生しかしないよね。確かにね、だからなんか席替えでーす。すごい、席替えは楽しい行事、楽しい、うん、そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして続いていきます。はい、ラジオネームハローさんからいただきました。ありがとうございます。リラーちゃん、みゆちゃん、こんばんは。こんばんは。4月から新学期が始まりますね。はい、そして学年が上がるとまだ使える道具でも気分一新で新しく買い替えるものとかがあれば教えてください。はい、おお、なんやろ、ある、買い替えるもの。でもなんかリラーは筆箱は本当、この筆箱中1がこれだったのね、うんうんうん、中1これね、途中で買い替えたけど、うん、なんか元のが良くなって戻したの、うんうん、だけどもうパンパンなのね、これが、うん、だからそういうくなった時に、あ、買い替えよっかなとか思うけど、消しゴムは買えるんだけど、うんうんうん、もう買えちゃった。あの部屋の掃除してたら見つけて、可愛くない、ピンクの、もうなんか友達からもらったやつ見つけて早速開けちゃいました。いいね、めっちゃ可愛い、いちごの匂いがする。へえ、可愛い。ピンクのに買いました。ゆうちゃんは買い替える、なんかあんまり買い、うん、
たくなくて買い替える欲がなくて、うんうんうん、本当筆箱も中2からずっと同じの使ってて、うん、やっぱそうなるよね。そうなんか出すのも大変だし買うのも大変って思っちゃうから、うんうんうん、本当もうあの新学期関係なしになくなったら新しいの使うって感じにしてる。えなんかさ新学期やけん買いに行こうって思った時になくない？わかる。なんか何も考えてない時にえ可愛いみたいな感じよね。めっちゃ冬とかにね買っちゃう。そうだから欲しい時に買いますね。うんそんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんも私たちの質問などメッセージをメールでお寄せください。メールアドレスはバッテンアットマーク rkbr.jp です。お待ちしてます。以上メッセージ来てるっしょ読みまくるったいのコーナーでした。ガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊。続いてはこれが私のマスト隊。出されたシチュエーションに私たちメンバーがマストと思うものを答えてその理由を発表します。では箱に入ったお題を引いて早速答えていきましょう。はい、はい、引きます。お願いします。トゥルン引きました。ということでラジオネーム秋五郎さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お弁当のマストです。おーなんやろ。お弁当のマスト決まりました。はい行きます。はい、お弁当のマスト。私のマストはせーの白ポテトあのお弁当のうんうんやっぱマスターはポテト。なんかポテトスティックポテトカリカリのポテトが好きで、うん、お弁当に。そう、絶対それがないとダメ、うん、ダメ、うん、それから食べる。そうなんや、うん、すごいね。エリラは白ご飯白ご飯なんかね、うん、前までは鮭やったんやけど、うんうんうん、鮭の半分が入っとったんやけど、うん、最近はない日もあるけん、うん、なんやろトマトかなって思ったらトマトがない日もあるけん、うん、毎日入ってるのって言ったら最近は白ご飯かな。だから最近はバラバラになってきた、うん、バラバラから白ご飯あるかなって思って白ご飯にしました、うん、それぞれらしいね。なんか、うん、ねポテト、うん、意外だったよ。本当、うん、トマトかと思った。でもあのやっぱ夏とかの美味しい時期でいいかも、うんうん、ポテトがあればなくても許せるトマトは。なるほどね、うん、サブキャラってことか。なるほどなるほど、はい、いいですね。はい以上これが私のマストタイでした。バッテン少女隊のバッテンラジオ隊は毎週月曜日夜11時30分からRKB ラジオで放送中。聞いてください。 HKT48 の柳瀬玲矢です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃ちゃまラジオ曲ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで桃ちゃまラジオ曲と検索してフォローをお願いします。